それでは早速本日の素敵なお客お姉様ばっかりなお客様をご紹介しましょう。岩田みっちょさんでーす。はい、どうもちっこー岩田みっちょでーす。ほらてめえふざけんなよ。出とちりました。おいいや本当にちょっと、うん、あの胃腸が弱ってる感じなんですけども、日頃は大丈夫なの？日頃は全然大丈夫です。海面ですけれども、お酒飲んで海面対抗、はい、これはちっこの酒ですけど、こらだから言うなっつって申し訳ないです。同年代のダンディなおじさまトークといっても岩田さんのことなので、はいはい、放送ギリギリな下ネタトークになりそうですが、超えてんよ。楽しみにしてます。そうそう、放送ギリギリじゃねえよ。腹から超えてるよ。あれ、ちっちゃい子ダメですね。ダメだっつってんだよ。俺もツイッターやってるよ、今。あ、そうなんですか。俺も個人じゃなくて、うん、いわゆる自分の事務所で、あ、なるほど、事務所で。出演情報を、うん、こう、1時間前にこう、つぶやくと便利かなと思って。でも、ちょっと俺もそこにこうシャシャリ出てってみようかなと思って、おー、うん、時々つぶ、今もつぶやいてきた。あ、そうなんですね。げっ、八尾平に来たらなんかお姉ばっかりみたいな。おそうよ、お姉ばっかりよ、今日は大変だからね、うん、つぶやいてきた今、うん、八尾さんなんかやってるんです。俺ツイッターとかそういうのとアナログだもん。あ、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 あ